どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。X、Instagram、TikTok と活動の幅を広げておりまして、概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、ゴジラマイナスワンの実績から、山崎隆監督と白組さんが菊池寛賞を受賞した件と、チリを筆頭に南米にて、ゴジラマイナスワンがアカデミー賞受賞記念、そしてゴジラ70周年記念をお祝いするために特別上映を開催する件、そして海外レビューに関してちょっと話したいと思います。連日大ちゃんの映画部屋と隠れ家の動画のご視聴ありがとうございます。ゴジラマイナスワン、そしてゴジラシリーズのファンの皆様、お疲れ様です。連日の動画の冒頭に付けさせていただいてますが、まず一つ告知させてください。以前告知したように、11月1日の金曜ロードショー枠にて、地上波初放送となるゴジラマイナスワンの同時視聴会を開催いたします。開始は21時の金曜ロードショー枠開始に合わせて、いつもより早い20時半からになります。約2年間、ゴジラマイナスワンを一緒に応援してくれて、ありがとうございます。とうとう70周年、集大成ですね。アカデミー賞受賞式の時の興奮をもう一度やっちゃいましょう。いつも通りチャット欄はもうすでに開放中です。皆さんの熱いコメントをお待ちしております。もしよかったら概要欄に掲載してある配信先のリンクに飛んで高評価を押していただけると励みになります。こちらの同時紹介に関しましては、X、YouTube コミュニティで詳細を共有しますので、チェックの方よろしくお願いします。さて、本日の本題に入っていきましょう。まずは、山崎隆監督と白組さんが菊池寛賞を受賞した件ですね。昨日の夕方に発表がありまして、山崎隆監督と白組さんが、優れた文化活動に贈られる菊池寛賞を受賞するという快挙を達成しました。菊池寛賞は優れた文学や演劇、映画などの文化活動に贈られる賞で、主催する日本文学振興会は、人員と予算に制約のある環境の中で、アナログとデジタルを巧みに融合させた VFX を40年近く追求し、世界を共感させたと受賞理由を発表しています。山崎監督と白組さん以外には、脚本家の大石静香さんや、漫画家の千葉哲也さんも選ばれています。受賞式は12月6日に行われるとのことで、山崎隆監督の輝かしい功績が再び注目されます。この受賞は山崎監督の40年にわたる映像表現への情熱と探求心が国際的にも認められた瞬間であり、日本の VFX 技術が世界に誇るべきものとなったことを示していますよね。山崎隆監督、白組の皆様、本当におめでとうございます。今後も素晴らしい作品を世の中に送り出してくださいね。続いて、ゴジラマイナスワンが南米で特別上映を開催する件ですね。昨晩なんですが、ゴジラマイナスワンがアカデミー賞受賞、そしてゴジラ70周年を記念して、チリを筆頭に南米数カ国で再上映、そして地域によっては初公開されることが、チリを拠点とする映画配給会社シネトピアの公式アカウントにより発表されました。シネトピアはチリで特に独立系映画の配給に力を入れています。アメリカ、インド、日本、韓国など多様な国々の映画をチリやラテンアメリカに紹介し、文化的な交流を深めることを目的としていて、国際的な映画祭で高い評価を受けた作品や、異なる文化をテーマにした多様な作品を配給しています。他国の多文化的な作品を上映することで、地元の観客に新たな視点を提供しているんですよね。シネトピアは異文化間の架け橋として機能し、チリや南米の観客に新たな映画体験を提供する企業として知られています。そして今回のゴジラマイナスワン以外にも、宮崎駿監督の君たちはどう生きるかのラテンアメリカでの公開も実施しており、今後も多くの日本映画を上映してくれそうです。しかしながら、ゴジラマイナスワンは北米、中南米のスペイン語圏で
主にメキシコで大ヒットしたことが記憶に新しいですが、南米でも再び上映されるのは非常に嬉しい発表ですね。まだ詳細は登場していませんが、ゴジラマイナスワンは南米ではチリで昨年の12月28日に1日だけ限定上映されたのみで、劇場公開はそれのみだったんですよ。それが今回は現時点ではペルー、アルゼンチンでも劇場で公開されることが明かされています。現地でどんな反響があるかは興味深いので、分かり次第皆さんに共有します。ゴジラ70周年を世界各国でお祝いしてくれているこの流れは本当に最高ですね。最後に、南米地域ではないのですが、ゴジラマイナスワンが大きな実績を残したスペイン語圏であるメキシコのゴジラマイナスワンのレビューを紹介します。以前も紹介しましたが、非常に熱いレビューがたくさんあり、胸が熱くなりました。よかったら見ていってください。それではどうぞ。この映画は怪獣映画とヒューマンドラマが見事に融合した究極の作品です。友人から劇場で多くの人々が涙を流していたと聞いたときは、正直信じられませんでしたが、自分で鑑賞してその疑問は一瞬で吹き飛びました。映画が終わった後、心に残る深い感動を誰かと共有せずにはいられなくなり、それがこの映画の力強さを物語っていると感じています。メキシコではこのような映画がヒットするのは稀ですが、ゴジラマイナスワンは完全に別格です。この作品には星5つでは全く足りません。すべての映画学校の教科書に記されるべき教訓がここにはあります。素晴らしい映画を作るのに巨額の予算は必要ない。必要なのは才能と情熱、そして観客を深く理解し尊重することだと。この映画はゴジラが登場しなくても独立した作品として非常に優れていると断言できます。キャストの演技は見事で、キャラクターたちの成長や感情の変化、そして彼ら同士の深い相互作用が物語を一層引き立てています。登場人物の一挙一動がドラマを形成し、その細部に至る演技の巧みさが物語全体を感動的なものにしているのです。観客の心を揺さぶるこの傑作は間違いなく映画史に残る作品であり、ヒューマンドラマとしても一級品です。この映画は全ての人々が見るべき作品であり、その魅力を一度体験すれば誰もがこの感動を誰かと共有したくなるでしょう。ゴジラマイナスワンは破壊的なアクションと圧倒的な特殊効果だけじゃなく、その背後にある深い感情と人間ドラマで観客の心を揺さぶる作品です。怪獣映画でありながら、あえて怪獣そのものを主役から外し、戦後の混乱と復興を生き抜く人々の感情的な側面に焦点を当てたこの映画には、想像以上に心を打たれました。ハリウッド映画が提供する派手なアクションとは一線を画し、登場人物の感情の変化や彼らの苦しみ、希望に寄り添うように描かれているため、観客は自然と彼らに感情移入せざるを得ません。戦後の日本が抱える深い悲しみや再生への苦悩をゴジラという象徴的な存在を通して表現しており、まるで自分自身も彼らと共にその時代を生きているかのように感じました。映像の美しさは息を呑むほどで、広大なショットと緻密な VFX が相まって、見るものを圧倒的な世界へと引き込んでくれます。特にゴジラの姿が画面に現れる瞬間、その巨大さと恐怖が直接心に迫り、ただの怪獣映画を超えた映像体験を提供してくれます。正直大きな期待を抱いて映画館に足を運びましたが、その期待をはるかに上回る出来栄えでした。見終わった後には深い感動が胸に残り、まさに2023年の最高傑作と言えるでしょう。映画の新たな可能性を感じさせるこの作品、ぜひ全ての映画ファンに見ていただきたいです。この映画はただの怪獣映画ではありません。もちろん巨大な怪獣が街を破壊し、人々がその脅威に立ち向かう壮絶なシーンはありますが、この映画の真髄はもっと深いところにあります。物語の中心にあるのは
一人の男が自分自身と過去にどう向き合い、和解していくかという内面的な戦いです。これは人類とゴジラの衝突を超えて、個人の再生と自己需要を描く感動的なドラマなのです。主人公は戦争を生き延びた男で、彼の苦悩は映画の核心を成しています。彼は過去の亡霊と向き合い、自分を許せないでいる。そんな彼の旅は、怪獣との戦いと同じくらい強烈でドラマチックです。最終的に彼が自己和解の方法を見つける姿は、見る者の心に強く訴えかけ、感動を呼び起こします。この人間ドラマは従来のゴジラ映画にはない奥深さを持っており、この映画をまさに異色の作品にしています。さらに特殊効果のレベルは圧巻で、視覚的に驚くべきクオリティを誇っています。ハリウッドの大作と比べても、その細部にわたる緻密さと迫力ある演出は観客を圧倒するに違いありません。映像美だけでなく、キャラクターの感情がスクリーンを通じてダイレクトに伝わってきて、心を揺さぶられる瞬間がいくつもあります。ぜひ見て感じてください。この映画は迫力ある怪獣アクションと魅力的なキャラクターが見事に融合した作品です。観客を圧倒するスペクタクルはもちろん、物語に深みを与える登場人物たちの人間性が、この映画をさらに際立たせています。私がこの映画で最も心を打たれたのは、危機に直面した彼らのリアルで説得力のある感情描写です。単なるアクション映画にとどまらず、登場人物一人一人が持つ葛藤や成長が物語の中心に据えられているんです。そしてタイトルにもなっているゴジラは圧倒的な存在感を放ち、その恐怖と破壊力が観客に強烈な印象を与えます。巨大で驚異的なゴジラの描写はまさにスクリーンを支配し息を呑むほどです。ただただ恐ろしく怖い存在でした。個人的に印象的だったのは、主人公が戦闘機を修理するために整備士に助けを求めるシーンです。確かに少し急ぎ足に感じられる部分はありましたが、それでもその場面には重要な意味が込められており、感動を呼び起こす瞬間でした。映画全体の感動的な物語を壊すことなく、さらにキャラクターの絆を強調するものとなっています。この作品は単なるアクション映画の枠を超え、悲しみ、愛、成長といった普遍的なテーマを見事に描いています。その深さと丁寧な描写は観客に強く訴えかけ、予想以上の体験を提供してくれます。まさにこの映画はあらゆるビートを巧みに理解し、観客を感動させる力を持っています。間違いなく死ぬまでに見るべき一作です。って感じですね。英語圏以外でも多くの方々が本作を推していることは以前から発信してきましたが、メキシコでは圧倒的な熱量を感じます。日本語の文章に直すと感情的な部分が突出しているものが多く、読んでいて胸が熱くなりました。また機会があれば紹介したいと思います。大ちゃんの映画部屋では引き続きゴジラコンテンツを全力で推していきます。皆さんも一緒に推していきましょうね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。